こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回はメガバンクで11年働いたけど世界一優しいお金の貯め方を教えますについて解説していきます。コロナショック以降、個人の資産形成の重要性はどんどん高まっています。これまでは終身雇用が当たり前だった大企業でも大規模なリストラを行いました。大企業に就職すれば安泰という時代はもう終わっています。これからは自分でお金を稼ぎ、自分の力でお金を貯めて、そして増やす時代です。老後までに数千万円のお金を貯めるのは無理と思う人は今回の動画でお金の知識を身につけてください。そして自分の生活を自分の力で守ってください。今回の動画では誰にでも簡単にできるお金の貯め方や増やし方に関する知識を8個のポイントにまとめています。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、老後の年金。お金を貯めたり増やすためにまず必要なのは自分の目標金額を明確にすることです。目標金額を明確にするために、ここでは老後に準備するお金を計算する上で最も大切な年金について解説をします。僕たち日本国民は定年退職をする年齢になると老後の年金をもらうことができます。年金の種類は国民年金と厚生年金の2種類です。国民年金は20歳から60歳の40年間で約788万円納めると65歳から毎年約78万円の年金をもらうことができます。要は国民年金は11年目からは得をする仕組みです。もし年金を受け取る時期に結婚をして2人分の年金を受け取れる場合は、年金の世帯合計受け取り額は約13万円です。国民年金は年金受け取り額に年金保険料納付期間の収入は影響しないです。収入に関係なく納付をした人は自分の納付期間に合わせた定額の年金が受け取れます。それに対して厚生年金は年金保険料納付期間中の収入によって受け取る金額が変動します。そのため老後にいくら受け取ることができるのかを一概にお伝えすることは難しいです。簡単な例を挙げると、平均年収が500万円の世帯主と扶養に入っている配偶者の世帯だった場合は老後の厚生年金受け取り額は1ヶ月あたり約7万円です。つまり平均年収500万円の世帯主と扶養に入っていた配偶者の世帯であれば、国民年金の13万円と厚生年金の7万円で合計20万円が老後の収入です。それだけの収入があれば意外と老後の生活は不安ではないと思う人もいるかもしれないです。しかしその考え方は危険です。老後の年金にはリスクがあります。そのリスクとは、年金の制度変更によって期待していたお金がもらえないリスクです。年金制度は過去に何度か制度変更がなされています。例えば2022年度から年金の受給額は 0.4% を引き下げになりました。他にも、以前は年金の受け取り開始年齢は55歳だったのに、今では10年も後ろ倒しの65歳からが基本になっています。さらに年金制度は物価上昇のリスクに弱いです。年金には一応物価に合わせて年金額を調整する仕組みがあります。要は物価が上がれば年金額も高くしてくれる仕組みです。しかし仕組みが本来の物価上昇に追いつくとは限らないです。今から30年後40年後は一体どれほど物価が高くなっているのか、そして少子高齢化が進む日本で物価が上がった時、年金の額がしっかりと物価上昇をカバーできるほどの年金原資があるのか、今の年金制度がある程度潤沢だからといって安心しないでください。今の年金制度に加えて年金のリスクも把握して老後の必要な準備額を考えてください。2個目、老後の生活費。老後の必要準備額を計算するには、収入だけではなく支出についても知る必要があります。あなたが老後を迎えた時、どの程度の支出が発生するのか、今の高齢者の生活費をもとに考えてください。
今の高齢者の生活費は政府が統計を取ってくれています。ここでは2021年の総務省統計局の家計調査年報の内容を紹介します。総世帯及び単身世帯の家計収支によると、単身世帯の高齢者の平均支出は1ヶ月あたり約14万4000円です。夫婦の場合は約25万5000円です。この金額を聞くと結構贅沢していると思う人がいますが、実際には贅沢な暮らしをしているわけではないです。年齢を重ねると健康を害することが多くなって、若いうちにはさほどイメージがない医療費という支出が発生するようになります。さらに場合によっては介護が必要になることもあります。そして健康を害していなければ1年間365日全てが休みで自由時間となります。そうなると贅沢をするつもりはなくても趣味に投じるお金は増加します。さらにもし家族がいれば子供や孫との食事や旅行費を払ってあげることもあります。今と老後ではお金の使い方が違います。決して贅沢をしようと思っているわけではないけど、支出が増えることが多いと考えてください。ではここで前の章でお伝えした年金受取額と平均の支出額で老後の必要な金額の目安を計算してみます。平均年収500万円の世帯主と扶養に入っている配偶者の場合、年金の受取額は1ヶ月約20万円でした。それに対して世帯の平均支出は1ヶ月で約25万5000円です。つまり1ヶ月あたり約5万5000円の不足になります。もし1ヶ月で5万5000円不足する生活が20年間続いたら、不足額の合計は1320万円です。さらにもし60歳で退職をすれば、年金開始の65歳までは収入ゼロ、5年間で1530万円の不足です。つまり今の年金制度が維持できたとしても、合計で2850万円貯金をしていなければ満足な生活はできないです。もし年金制度が変更になったり、物価上昇にしっかりと年金が対応できなかった場合には、さらに必要な金額が増えます。この計算から言えることは、今の若い人たちは老後までに最低でも約3000万円準備しておく必要があるってことです。3000万円の資産を準備できていなければ、苦しい老後生活を送ることになると考えてください。人生最後の思い出作りの老後生活を苦しいものにしたくなければ、今のうちから計画的にお金を貯めてください。3個目、子どもの教育費と養育費。もし子供がいる家庭の場合、老後資金の準備期間中に子供の教育費と養育費が必要になります。子供にかかるお金と自分の将来の年収の予測額をもとに、無理のない資金計画を立ててください。文部科学省が出している平成30年度学校基本統計及び国立私立大学等の授業料推移から、子供の教育費と養育費を紹介します。まず未就学児の教育費や養育費は、0歳から3歳までの3年間で平均約244万円です。続いて幼稚園や保育園児の教育費や養育費は3年間で平均約342万円です。小学校6年間の教育費は国立で約192万円、私立で約959万円、さらに養育費が約508万円です。中学生3年間の教育費は公立で約140万円、私立で約421万円、さらに養育費が約292万円です。高校3年間の教育費は公立で約254万円、私立で約386万円、さらに養育費が281万円です。大学4年間の教育費は公立で約254万円、私立で約386万円、さらに養育費が281万円です。すべてを合算すると、子供1人を18歳まで育てるためには、養育費が約1963万円必要です。それに加えて、すべて公立の学校に行った場合でも、教育費が725万円必要です。もしすべて私立の学校に行った場合は、養育費に加えて教育費が2058万円必要です。すでにお子様がいる家庭、もしくは将来子供が欲しいと望む家庭は、子供が成人するまでの間に大きなお金が必要になると理解してください。
その上で子どもの生活や自分たちの老後の生活、どちらも守ることができるようにしっかりと資金計画を組んでください。4個目、支出を減らす。老後に向けてお金を貯めるには支出の見直しが絶対に必要です。どんなに収入を増やしても無駄にお金を使っていては老後に豊かな暮らしはできないです。老後にお金の不安のない生活を送るために、5大固定費と呼ばれる水道光熱費、家賃、通信費、車、保険を見直してください。例えばシャワーヘッドを節水タイプのものに変えるだけで1ヶ月あたりの水道光熱費が約700円、1年間で1万円弱の節約が可能です。家賃も少しだけ駅から離れた場所を選んだり、少し築年数が古い物件を選ぶだけで大幅な節約が可能です。さらに携帯料金は大手キャリアから格安 SIM に変えるだけで年間約10万円程度も節約が可能です。そして車を手放してカーシェアを利用すれば大幅な節約ができます。このような固定費の削減は外食や旅行や洋服代などの節約とは違って、一度見直しをすれば長期持続的な節約が可能です。将来の不安をなくすために5大固定費の節約に励んでください。ちなみに5大固定費の中で多くの人が必要以上にお金をかけているのが保険です。日本の社会保障制度は充実しています。民間の保険に入っていなくても配偶者が死亡すれば遺族年金を受け取ることができます。病気や怪我で病院にかかれば健康保険が治療費を補填してくれます。入院や手術など治療費が高額となった場合も高額療養費制度の仕組みがあるおかげで自己負担額はかなり軽減されます。さらに障害状態や介護状態になった場合には障害年金や介護保険が助けてくれます。失業した時には失業保険が助けてくれます。民間の保険に毎月高額な保険料を払う前に、まずは日本の公的補助の仕組みを把握してください。その上で不安を感じるものだけ民間の保険に加入してください。そうすれば1年間で数万円単位の保険料を節約できます。5個目、積立NISAで運用を始める。節約をして余裕資金が生まれたら、そのお金は銀行に貯めるのではなく積立NISAで運用をしてください。通常は資産運用でお金が増えると増えた分に約 20% も税金がかかります。要はせっかく100万円増えたとしても20万円は税金を払って残りの80万円しか自分の手元には入ってこないです。それに対して積立NISAで運用すればどんなにお金が増えたとしても非課税でお金を受け取れます。つまり100万円利益が出たら100万円すべて自分のお金として手元に戻せます。今の時代銀行にお金を預けても絶対にお金は増えないです。もっと言うと銀行にお金を預けていると物価上昇によってお金の価値はどんどん減っていきます。だからこそ銀行とは別の方法でお金を管理しなければいけないです。しかし資産運用を行うと基本的には増えたお金に対して税金が取られます。だからこそ投資初心者の人はまずは税金が取られない積立NISAで資産運用をしてください。積立NISAを始めるときはネット証券で口座を作ってください。銀行でも積立NISAの案内をしていますが銀行は手数料が高いです。そして銀行に相談をすると加入者にとって一番いい運用商品ではなく銀行にとって一番都合がいい運用商品をお勧めされます。だからこそネット証券で口座を作って運用商品は自分で決めてください。運用商品をどれにすればいいかわからない人はまずはインデックスタイプの世界株式を選ぶといいです。特におすすめなのは次の4つです。1、eMAXIS スリム先進国株式インデックスファンド、2、SBI 全世界株式インデックスファンド、3、日清インデックスバランスファンド、4、楽天全世界株式インデックスファンド。投資に関する知識や経験がなく何を選べばいいのかわからない人は以上4つのいずれかを選んで積立NISAを始めてください。6個目、習慣リセットでマインドチェンジ。将来に向けて貯金をできなかった人が今から突然貯金をしたり積立NISAを始めるのは簡単なことではないです。その理由は普段の行動と思考の習慣です。
人間っていうのは習慣によって思考と行動が決定されます。運動をした方がいいと思っても行動ができない理由は運動がきつく辛いからではなく、運動をする習慣を持っていないからです。将来に向けて貯金をしたいと思う人はいきなり大きな金額の貯金をするのではなく、貯金の習慣を身につける意識を持ってください。例えば積立 NISA で運用を開始すると同時に毎日100円でもいいので貯金箱にお金を入れる習慣を作るといいです。ロンドン大学の研究によると、人は21日間同じ行動を続けるとその行動が習慣化されます。そして66日間続けると身体習慣として体のリズムに刻み込まれます。さらに180日間続けると思考習慣として刻まれます。ここまでくれば習慣化された行動をやらなければ気持ち悪さを感じるレベルです。将来に向けて貯金をやっていなければ気持ち悪さを感じる状態になれば、あなたの将来っていうのは安泰です。しかし人は感情の生き物です。どんなに正しい知識を身につけたとしても感情が動かなければ行動できないです。将来に向けての貯金をしたいと心底思えるように、まずは自分のマインドセットを行うことを忘れないでください。自分がどんな老後生活を送りたいのか明確にイメージしてください。そしてそのために将来への貯金が必要となることをしっかりと理解してください。そこから生まれるマインドはあなたの行動を支える柱になります。7個目、自己投資をして副業を始める。収入を増やしたいと思う人は自己投資をして副業を始めてください。今の時代、意識を高く持てばいくらでも情報が手にできます。1冊1000円程度で手に入る本の中にはたくさんの情報が凝縮されています。各種団体が出しているさまざまなオンライン講座は充実した情報を分かりやすく解説してくれます。中にはオンライン講座で資格を取得できるものもあります。一般公開されているセミナーに参加をしたり、オンラインサロンに入るとさまざまな情報を手にできて人とのつながりが作れます。一昔前だと一部の限られた人しか手にできなかった情報が今は誰でも手にできます。情報を手にできるかどうかはもはや環境次第ではなく自分次第になっています。だからこそ高い学習意欲を持って情報に貪欲になってください。ちなみに情報に貪欲になればお得に学ぶこともできるようになります。あなたは国の推進するリカレント教育を知っていますか？社会人の学び直しを図るリカレント教育では条件を満たすと国から支援を受けられます。例えば教育訓練給付金は厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了すると訓練費用の一部が補填される仕組みです。対象の教育訓練は1万4000講座以上もあり、社会人向けのため働きながら受講することもできます。具体的に言えば、教育訓練費の 70% 支給対象には、介護士や看護師、美容師、調理師に関するものがあります。40% の支給対象には、税理士や大型自動車免許などがあります。他にも、高等職業訓練促進給付金は、一人親の人が特定の資格取得を目的に学習する場合、月10万円支給される仕組みです。キャリアコンサルティングは在職中で自分のキャリアを伸ばしたい人向けの無料サービスです。情報を手にするだけでこれだけお得なサービスを受けられます。情報に貪欲になってください。ただし情報に貪欲になることは大切ですが、情報過多の頭でっかちにはならないようにしてください。自己投資には3つの NG 行動があります。1、学ぶだけで行動しない。2、お金がかかりすぎる自己投資に手を出す。3、結果が出ていないのにダラダラと続ける。情報に貪欲な人の中に、手にした情報を使わないインプット完結型の人がいます。このような人は絶対に自己投資をしてもいい結果っていうのは期待できないです。情報を手にしたら必ず行動に移してください。さらに情報に貪欲な人の中には、情報を手にするために高額なお金を出している人がいます。高額な情報商材やセミナーは詐欺の可能性もあるため、高額な自己投資っていうのは避けた方がいいです。そして結果が出ていないのに損切りすることができず、だらだらと続けてしまうのも良くないです。
ある程度学んだ上で行動してもいい結果が出ないときは、その内容は自分には向いていない可能性が高いです。向いていないことにお金と時間を投じるのはもったいないため、損切りをして次の取り組みにチャレンジしてください。3つの NG 行動を避けつつ、情報に貪欲になって行動すれば、必ずあなたの将来は光り輝くものになります。8個目、投資の知識を深める。節約をしたお金で積み立て NISA を始めた後、自己投資を行い収入がアップしたら、投資に関する知識幅を広げてください。投資にはいろんな種類の投資があります。例えば外貨預金や投資信託、 ETF、 個別株、不動産です。そして投資信託や個別株の中でも、成長性を期待するのか高配当を期待するのかなど、目的別の投資方法があります。投資の鉄則は分散投資のため、投資の知識を身につけて積み立て NISA 1本ではなく、複数の投資を同時進行してください。そうすることでリスクを分散させることが可能です。そして分散投資を行う上で最も大切なことが、自分がある程度の知見を持っていることと、自分の性格や資産状況に合致していることです。世の中に誰にとってもベストとなる絶対的な投資方法っていうのは存在しないです。NISA はある一定のルールを守れば、資産が減少しにくいため国が推奨しています。しかし誰にとってもNISAがベストかといえば、それは違います。もしかしたらNISAと不動産の分散投資を好む人がいるかもしれないです。もしくはスタートアップ企業への投資を好む人がいるかもしれないです。NISAをやっているからといって投資を学ばないのはもったいないです。投資に関する知見を広げ、自分に合った投資方法を選択できる人になってください。解説は以上です。資産運用は一日でも早く始めた方がいいです。しかしこのような話をすると、約半数の5割程度の人は、自分には投資をするお金がないと言って行動を起こさないです。しかし今の時代は100円から投資を始めることが可能です。もっと言うと、お金を払わなくてもポイントを使って資産運用ができる時代です。言い訳を探していても未来は明るくならないです。自分の将来を明るいものにするために、言い訳探しではなく、できること探しをしてください。そして少しずつでも行動を起こしてください。あなたの未来を変える方法は行動以外にはないです。みんなで行動を起こして明るい未来をつかみましょう。今回の動画が役に立った、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。